めちゃめちゃ悪そうな顔してるな。でも実際ね、サガットにね、ムエタイっぽい。まあまあそうっすよね、スタイル的に。たまねえし。たまねえし。その足で戦う。足でね、ちゃんとやってますからね。サガットはなんかね、ちょっとムエタイじゃないでしょ、みたいな。うわ、やばい。お、よう知ってんな。そういうの調べてるのに勝てんねんな。今のもね、足が逃げるとジャガーリボルバーが入って、ああ、なるほどなるほど、うん、とんでもないことになるはずなんだけど、やっぱこう、甘い重ねになっちゃいますよね、あの子とね。あ、これ、来た、ジャガちゃん。この状況の大ジャガーキックを切って結構めんどくさくないですか？超めんどくさい、超めんどくさい、超めんどくさい。あれってみんなどうするんですか？俺はガードしてからコパンで暴れる。あ、ガード、いや、しに行く感じですか？まあその大ジャガー打ってきてみたいな、うん、どうせ打ってくるでしょ的な。 あとシャガグラだったら隠んなかったりするから、はいはいはい、まあ、すかせますよね。そう、うん、いや、すかせるっていうか大ジャガーでしょ。大ジャガーですけど、あの普通になんだろう、地上で置く感じ、置きジャガー結構置かれるんですよね。あ、それは多分合計だったら殺大キック入るから、 あんまり相手もやれないんじゃないかな。画面端の当ててくる大ジャガー、当ててくる置き攻めとかの、まあ、それもめんどくさいですね。ジャガーがすごくめんどくさい。イブキはあれなんですよね、ジャガーキックガードするとよれ隠るんで、うん、あ、そっか。だから割と奥、ね、ジャガーをメインに向こうは巻いてくるんですよ。で、奥、はいはい、ジャガーに対して潰せる牽制技が結構ないんですよね。でもあれ結構着地してからの硬直が長いですよね、かなり長いから、その見れば足首折りとかを差し込もうかなと。いや、首折りじゃなくても厳しいかな、なんか中キックとかできないか、うん、多分その当たんなかったら当たんなかったでみたいな感じで、まあ、とりあえずとがめないと話にならないですからね。そう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 、勝ったらね、そのリスクは与えちゃう。てか負けそうだね。ゲージ溜まっちゃいますけど大丈夫ですか？大丈夫、ここから殺しに行くから飛び出しきれ。溜まるな本当このゲーム、ゲージ。やば。あー、それ。ダブル注目。そういうこと。やるね。そういうことか。勝利を擦られたらさ。周りいるのがさ、セリキャッ、てかせめてセリキャッしねえんじゃん。そう。せめて逃げるしぐらい僕にくれてもいいじゃないですか。ジャガー結構上向きになりますからね、あれね、進むじゃないですか、割と。そう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 、うん、で、なんかめくりに行ったりとかしてる時にさ、ジャガーがさ、行っちゃって、そう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 、っていう時は結構お高めなしみたいな。そうそうそう、お高めなしみたいな、うん、まあ、キャノンスパイがもっとひどいんだけどさ、ね、キャノンスパイがもっとひどい。俺、イブキも結構あるんじゃない、そういうことって。そうですね、基本的にキャノンスパイク警戒すると、もうなんだろう、位置取りからして、もう本当ここじゃ当たんねえよなみたいなところでしゃがんでないとすかせないですよね。へ、うん、うん、バックステ引っかかっちゃうから。はい、いぶきかかりますね、根元からバックステしてスパイクボーンって。やばい、普通のキャラ結構引っかかんないんだよ、うん、引っかかっちゃうんだね。引っかかります。ちょっと浮いてるからか、浮いてますからね。かわいそうだね。バックステすかせない段階でもしゃがみしかないんですよね。じゃあちょっとキャミは厳しいのかな、やっぱ。いや、それよりもやっぱりあれですね、セービングタイプしてスパイラル置いてるくらいじゃないと。やばい、キャミーで行きますよドヤってやってて、うん、そしたらなんかもうドヤ顔を超えた、多分そのキャミーで一番大丈夫だろう、ゲヘ顔が、うん、いけるいける、てかグヘヘグヘヘがグヘヘできましたからね。そんなきつくはない。いや、あのね、思ったより終わってない、思ったより終わってない、終わってないっていうか、いけるだろう。いやどうなんすかね、まあ、あ、でも結構なんか暴れ、ダメそう、選んでますからね。無条件にこう暴れてくる場合そうなかったら割と楽なんですけど、はい、いけるこれ、楽でもね、コパンが止まんねんだ。投げる、今のも多分コパンで割れたし、はいはいはい、コパンねんだ。結構キャミーね、キャミー側としてはうざいんですよね。そう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 、うん、割と勇気いりますけどね。ああ、バイソン側として、はい、やられてる側としては。いや、あのね、バイスのコパンってすごく上まで判定があるから。バイスもそうか、コパン強いからか。で、しかも3フレだし、はい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 、打点が高い。しかも、なんかバイソンってしゃがみでコパン出すとちょっとやられ判定が後ろ下がるのかな。あ、そうなんですか。そう、だからそう、コパン、そうコパンでしょ。だから、ただ単にコパンが強いとかじゃなくて、後ろ下がるから強いんだ。もう判定が、判定が後ろ下がってるから、もうやつは要は打撃判定が目の前にあって、判定の塊が出るだけってことですね。そう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 、いや、っていうよりもバイソン自体がちょっと後ろ行ってんの、むしろ。だから投げれないんだ。
はい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 。でもそこすかしてもやっぱ長めのね、台足とかじゃないと。そうそう、長い長い、ね、5時までの話なんだけどね。こっち孫孫孫さん、トイレ行っちゃいましたね。あ、なんか孫トイレ行ったね。トイレ行っちゃいました。はい。孫も、トイレずっと我慢してたからね。そう、もうさっきからずっと、尿意が尿意がっていう。尿意が尿意が。はい。相当溜まってたんだよね。溜まってましたよ、多分。多分。もう戻ってこないのかな。多分今、ウルコン話してるんじゃないですか。ウルコン話してるんじゃないですか、話してるんじゃないですかね、今。もう相当でかいだろ、うん。相当溜めてたからね。相当溜めてた、ね、めてましたよ。はい。もう配信時間が残り5分ぐらい。いやー、そうですね、これは多分ね、もう次の試合ぐらいで多分すごいのが来るんじゃないかな、うん、やばい、あれ孫とやる前に陥落ある。これちょっと、いやでもこれ1回負ける分には多分大丈夫じゃないですかね、相当。ね、ジュリの人、あれ、あのさっきまで、はい、あのちょっと俺裏にいたんだけど、今負けてないの？いや、2、3、4回ぐらいかな、負けてるんですけど、まだ時道場は崩れてないです、ね、時道場はまだ落ち、はい、落ちてない、まだ縄文落ちてないですね、縄文してない、はい、やばいやばい、これ落ちるぞ、俺のセンスはダメだ、最近センス散々やってるもんね。はいはい、繋がってない、そんなバカ、やばいやばいやばい、おちょっと待って、あ、どうぞどうぞ、じゃあ俺これ一人でつなぎます、はい、まあ、セスジュリーは結構分かんなくないでこれどうなんでしょうね、でも多分攻め込まれるとジュリーきついと思うんですけどね、やっぱ、ね、うん、これを EX で抜けられてウルコンっていうパターンが一番怖い、危ない、さすがに見てから EX 厳しいんじゃないですかね、ジュリー側もね、そうだね、はい、なんかよくわかんねえからな、まずい、よし、いったね、これでも結構わからないです、あ、これはダメージ稼ぎましたね、ジュリー側、これ痛いよ、痛い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 、うわーっと押し込みたかったな今、あ、ここ押し込める押し込める、あ、でもゲージが足りないか、いやー、ちょっと厳しいな、ジュリーさ、めくりが全然めくれないんだけど、ちょっと判定おかしいですからね、このキャラ、うん、危ない、やばい、痛いよ、これ当たって、とりあえず当たる、当たんない、当たんない、これはダメなんじゃないのダメなんじゃないの、これはダメなんじゃないの、これ今、あーピンポイントピンポイントで刺さりましたね、今これでラス1次どうなんでしょうね、今ポイント情勢どうなんでしょう。